んにちは。ダイセルの高尾です。関です。突然ですが皆さん、トマトジュースをろ過してみたいという時ありませんか？確かに誰でも一度は思ったことありますよね。でもトマトジュースがドロドロしていてすぐ詰まってしまってうまくいかないですよね。しかも汚れるし。そこで本日ご紹介するのはこちら、ダイセルの水処理膜です。でもドロドロのトマトジュースをろ過したらすぐに詰まりそう。では実際に試してみましょう。すごい勢いで透明になってる。しかもこれセルロースでできてるんです。セルロース？セルロースは木やコットンから取れる植物由来の素材なんです。へえ、すごいエコ。でもあれ、汚れてきていませんか？もうこんなに汚れていたらどんどん汚れていって詰まってしまうのでは？いや、これ実は洗えるんです。でもコットンと同じ成分なら洗っても取れないでしょう。水で簡単に流すだけで、ほらすごい。同じコットンでも T シャツだと取れないのにどうして？通常は汚れとなる粒子が表面にくっついてしまい洗っても取れません。ダイセルの水処理膜は水を通すけど汚れとなる粒子を弾き返すので、一見汚れてるように見えますが水で簡単に洗い流せるんです。へえ、すごい。繰り返し使えてますますエコ。ご興味のある方はこちらまでご連絡ください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。